はい、はい、やばめです。お、カジカですね。花カジカです。はい、結構大きいですね。はい、今日は3月19日です、札幌市内の川に来てます。山の中はこのようにまだ雪が深いんですが、川はもう凍結してなくてですね、清らかに流れています。今シーズン初の夜食になります。まあ、何が取れるでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、川の中に入ります。まあ、雪解けの水でですね、まあ、ちょっと水量は多いですね。ですけど、まあ、膝ぐらいまでなので、これなら大丈夫そうです。ガサガサ台と、はい、何もないです。まあちょっと流れ強いですよね、ここね。今魚が逃げてきましたね。はい、はい、ヤマメですね。はい、ヤマメです。はい、また山を取れました。はい、山上です。お、ヤマメですね。はい。
はい、また山尾です。はい、早い山目です。はい、ヤマメですね。はい、お、カジカですね。花カジカです。はい。結構大きいですね。はい。ああ、カジカ2匹ですね。大きいですね、これ。はい。まあ、この辺で引き返しますかね。まあ、フキノトウですね。天ぷら用に 2,3 個取ってきますかね。はい、こうですね。はい、はい、ここで脱毛します。
はい、収穫です。ヤマメが 1,2,3,4,5,6 匹、ハナカジカが3匹、フキノトウ2つ、以上が今日の、戦果です。はい、晩酌の時間になりました。今日はですね、日本酒で行ってみたいと思います。まあ、2023年の、最初の夜食になります。で、これいつも飲んでるですね、八海山です。新潟県のお酒ですね。はい、それではいただきます。はい、まあまずは天ぷらからいってみますかね。今日はですね、ヤマメが6尾取りました。まずヤマメからいってみたいと思います。はい、はい、まあヤマメ美味しいですよね。あの、骨が柔らかいので全く骨当たりませんね。頭から、背骨もついてますけど全然当たりません。あとですね、
まあ春先なんですけども、もう胃の中にですね、びっしり小さい小虫が詰まってました。だからもう餌を食べ始めてるので、体もそれほど痩せてないです。それでは次をですね、ハナカジカ。これハナカジカ小さいの2匹はですね、天ぷらにしました。ただ小さくてもですね、このくらいの大きさだともう骨が硬いので、頭とですね、背骨は取ってあります。じゃあこれ行ってみたいと思います。ハナカジカも美味しいですね。白身の魚で、頭と背骨の上の方を取ったので、全く骨が当たりませんでした。それでは天ぷらの最後で、まあ、フキノトウですね。まあ、山の中ではまだ雪の中ですけども、川はですね、雪が溶けてるので、まあ、このようにフキノトウが出てました。で、まあ、このフキノトウはですね、花は取っちゃって、周りだけ、食べます。まあ私いつもまあそうしてるので。はい。ほんのり苦くて、吹きの香りがしてですね、春の味です。それでは次はですね、ハナカジカの煮付けということで、まあ、一匹大きいハナカジカがいたので、これは天ぷらにしないで煮付けにしました。行ってみたいと思います。はい。ハナカジカの煮付けは美味しいですね。天ぷらよりやっぱりこっちの方が美味しいですよね。ただ、ある程度の大きさがないと煮付けにできないので、まあ今日は、まあそこそこの大きさだったので、煮付けにしました。それからですね、この大きい個体はですね、オスでした。で、オスでしたので、ここに、精巣があります。精巣、行ってみたいと思います。はい。精巣、美味しいですね。それから、小さい2匹はですね、メスだったので、卵巣がありました。この卵巣、行ってみたいと思います。ですね。はい。まあ、卵巣、ねっとりしててですね、非常に美味しいです。こう、煮付けにすると、非常に美味しくなりますね。それから最後ですね、これですか。もうこんなちっちゃくなっちゃったんですけど、ですよね。あ、これですね。あ、これですね。はい。これはですね、この一番大きい、ハナカジカの、胃です。じゃあ胃を食べてみたいと思います。はい。胃もねっとりしてて、非常に美味しいですね。あと一つですね、これ、肝臓ですね。もっと大きかったんですけど、あ、肝臓どっか行っちゃったですね。ありました。いや、もっと大きかったんですけど、どっか紛れてると思いますけども、このかけらしかないので、まあ、このかけら、肝臓、食べてみたいと思います。
肝臓も美味しいですね。ということで、一通り、食べ終えました。まああとはゆっくりですね、飲みながら、晩酌続けたいと思います。まあとりあえず2023年が始まったということで、これからまた1年間、よろしくお願いいたします。それでは、今日はご視聴ありがとうございました。